1789年のベオグラード包囲戦は、1789年9月15日から10月8日まで、いわゆるオード戦争の一部として、ベオグラードで起こった、包囲戦である。エルンスト・フォン・ラウドン元水率いるオーストリア軍は、ベオグラード要塞で、オスマンパシャ率いるオスマン帝国軍を包囲し、薬病で大幅に妨げられながらも、3週間後に、要塞を降伏させた。 その後、平和条約により、オスマン帝国に返還する1791年まで、ベオグラードを領有した。包囲戦で台頭したオーストリア兵は、その後のフランス革命戦争、ナポレオン戦争で重要な指揮を取った。ロシア女帝エカチェリーナ2世の要請により、新生ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、オーストリアとオスマン帝国との戦争を起こした。1788年、 オーストリア軍は、要塞一箇所といくらかの領土を占領したが、試みのほとんどは阻止された。同年8月、ヨーゼフ2世はラウドンを、クロアチアの司令官に任命し、多少の成功を収めた。主力軍の司令官が病気になり、1789年7月末に、ヨーゼフ2世は司令官をラウドンに交代させ、ベオグラード占領の新たな司令官に任命した。9月半ば、 ラウドン軍は、サバ川を渡り、兵士12万人と、大砲200門と共に、ベオグラードを包囲し、月末には、郊外から、オスマン軍が一掃された。破壊的な砲撃を受け、オスマンパシャは、中東兵が、オスマンの要塞に自由に行くことを許すのと引き換えに、ベオグラードの明け渡しを交渉した。 リーニュコーラウドに率いるオーストリア軍は、スメデレブを占領して、オルショバを封鎖し、最終的に1790年4月に降伏させた。別のオーストリア軍も成功した。ザックセンコーブルクゴータ公国は、ブカレストを占領し、フリードリヒビルヘルムツホーエン園道へキルヒベルクは、ワラキア北部を占領し、アントン・リップ・タデキスフェルードは、ティモック・バレーを制圧し、 ステファン・ミハジェビッチは西を占領した。ウィーン市民は大喜びし、ヨーゼフ二世はラウドンをオーストリア軍内元帥に任じた。ベオグラード占領の8日後にリーニュコーシャルル・ジョゼフはマリア・テレジア軍事勲章司令官十字章を受けた。しかし、間もなく皇帝はブラバント革命に関与していると誤解して、リーニュコーをレーグルし、公は二度と軍事指揮を取ることはなかった。 また、オーストリアは、間もなく、プロイセン王国の脅威やロシアによる戦争への関心の喪失、オーストリア領ネーデルラントにおける、ブラバント革命、帝国全体の問題に気を取られるようになった。オーストリアの成功に嫉妬して、プロイセン王国は、オスマン帝国と外交的に接触して攻撃的な同盟を提案した。ヨーゼフ二世は、プロイセンの行動を警戒して、軍を、 バルカン半島からボヘミアに移動させた。その年の末、ヨーゼフ2世はラウドンに対して、ボヘミアでプロイセンから守るために編成された15万人の軍を指揮するように命じた。しかし、ヨーゼフ2世は1790年2月28日に放御し、弟のレオポルト2世が即位した。ラウドンもまた病気になり、ボヘミアの軍の指揮権をコールレードに継がせた後、 1790年7月14日に亡くなった。その後、オーストリアとオスマンの休戦が1790年7月24日に成立し、1791年8月4日にシストバ条約が締結された。オーストリアは、ボヘミア北部の土地と引き換えにベオグラードと他の占領地をオスマン帝国に返還した。また、オスマン帝国は、ヤッシーの講和で、 ロシア帝国と折り合いをつけ、この協定により、ロシアはドニエストル川東部のすべての占領地を引き続き占領した。ヨーゼフ・ラデツキーは1789年のベオグラード包囲戦で台頭した。ベオグラードで注目すべき軍務を行った多くのオーストリアの士官は、1792年から1815年までのフランス第一共和制とフランス第一帝政との 戦争で最高司令官に出世した。ウジェーヌ・ギオム・アルジャン島は、包囲戦において、ラウドンの不評連隊、第29連隊の大佐だった。技術系の仕事により、フランツ・フォン・ラウアーは召喚に昇進した。包囲戦で、アンドレア・ソライリー・フォン・ベリン・ラフ大佐は、モデナ・チェバウ・レージェ連隊第13隊を指揮し、ハイン・リヒ15世は、ウェンズル・コール・レード不評連隊第56隊を、 引いた。ヨハン・ハインリヒ・ホン・シュミット少佐は、参謀将校として、ベオグラードで台頭した。1788年9月8日、ハインリヒ・ホン・ベレガルで伯爵は、ベニア・ダムの安全管理のために、ブールムッサー騎兵隊の一部隊を引いた。ベオグラードの旗1791年、スティーブン・ストレイスは、ジェームス・コブによる英語のリブレットで3幕の、コミック・オペラ、 ザシージ・オブ・ベルグレードを創作した。劇作家、フリードリヒ・カイザーは、エルン・スト・ギデオン・ホン・ラウドン元帥と、オスマン・ハップスブルク戦争に関する演劇の脚本に、ベオグラード包囲戦に関する詳細な情報を含めた。アラリック・アレクサンダー・ワッツによる、詩ザシージ・オブ・ベルグレードは、以下のような出だしの文を持つ有名な党員誌の例で、ある。アン・オーストリアン・アーミー、オーフリー・レード、 オールドリーバイバッテリーベシージド、ベルグレードコサックコマンダーズカニネーディングカム、法位戦が勃発する直前、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトは、ザラバ対ウケ535を作曲した。過去の包囲戦に触発された可能性が、最も高いとされた一方で、戦争努力の支援のために作曲されたと主張する、研究者もいる。ありがとうございます。